アーマードライダーなどと浮かれているようだが、お前のようなひよっこをライダーと認めるわけにはいかん。はあ、ライダー変身。はいない。昭和ライダーと平成ライダーの戦い、あれはバダンを欺くための作戦の一部だったが、本当の思いでもあった。お前たちの生ぬるい優しさが今回の危機を招いたと言っても過言ではない。問答無用。ライダー変身。今度は手加減なしだ。行くぞ。ショッカーの改造人間、その娘を置いておとなしく退散したまえ。私の言葉が聞こえないと見える。行くぞ。ショッカーの奴らがまたヨーロッパで何か企んでいるからな。じゃあまた会おう。みんなによろしくな。一文字隼人だけが仮面ライダーではない。俺は本郷猛。仮面ライダー第1号だ。これからまた新しい使命が始まるんだ。南米のショッカーは手ごわいぞ。俺は一文字隼人、フリーのカメラマン。Thank you.
ショッカーの本当の狙いは仮面ライダーにあるのかもしれない。ショッカーの敵、そして人類の味方。本郷猛はショッカーの別計画を追って日本を離れた。私は本郷猛に代わって日本を守る仮面ライダー。お見せしよう、仮面ライダー。君は X ライダーか。私の変身をお目にかけよう。ショッカー、一文字入るぞだ。タキ、油断するな。ショッカーの日本政府の野望は私が許さん。来い。私がここで果てようと、私は今に命を懸ける。していた狼男も出現せずか。それと私同様、改造人間。何を企んでいるのか知らんが、お前たちに勝手な真似はさせない。風見、お前の気持ちはよくわかる。
しかし個人の復讐のために力は貸せない。改造人間は私たち二人だけでいい。人間でありながら人間でない。その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。戦うのは私たちがやる。鏡、君の身の上にもしものことがあれば、それこそ亡くなった両親や妹さんも浮かばればいい。鏡、しっかりしろ。鏡、このままでは死ぬぞ。鏡は死を覚悟で私たちを助けた。死なせたくない。とすれば方法は一つ。よーし。エネルギー全開。私たちの良い後継者ができた。行くぞ。仮面ライダーの全エネルギーを出す気だ。おう。風見四郎、いや、仮面ライダー V3 よ。俺たちは死なない。いつの日か必ず帰ってくる。三人の仮面ライダーが揃って戦う日まで、すべては君の力にかかっている。頑張れ、仮面ライダー V3! 俺たちは君を見守ってるぞ。